はいどうも、アッサー食べ頃です。今回ご紹介するのは、グズコです。リンカーネーションで登場した、再来を採用した奇数グズコの方をご紹介していきます。今回は前半戦ということで、主に再来の使い方をご紹介していきますので、よろしくお願いします。早速ですが、再来です。レベル1黒で悪魔のシグニで、パワー3000あります。一番特徴的なのが、自動効果でこのシグニがアタックした時対戦相手は自分のシグニ1体をトラッシュに置くという効果です。はい、なんとですね、レベル1で、アタックトリガーの万能除去ということで、まあ、奇数グズコだと非常に使いやすい効果になっています。なんですが、常時効果の方でトラッシュにカードが18枚以上ない限りアタックできないという効果を持っているので、もうなかなか使いづらいというところがあります。まあ、とはいえ起動効果ダウンで、各プレイヤーは自分のデッキの上からカードを3枚トラッシュに置くという効果を使って、まあ、トラッシュを肥やしていくっていう感じですね。はい。で、奇数グズコがですね、まあ、レベル2でもレベル1を3面並べなくちゃいけないっていう都合上ですね、非常に面上げがしづらいシグニーな、ルビグになってました。実際にはですね、レベル1で除去できる範囲がですね、大体パワーで言うと3000ラインぐらいまでが限界でした。まあ、なんですが、今回再来が登場したことによって、3000ラインを超えたレベル2だったりレベル3のシグニーも除去できるということで、積極的に使っていきたいと考えています。まあ、ということで、まあ、レベル2でトラッシュ18枚を達成して、まあ、再来をバンバン使っていこうということで、やっていきたいと思います。で、まあ、レベル2で18枚達成するために、まあ、相性のいいシグニですね。の方が、メツマと、ベイヤと、トカゲビルになります。メツマですが、出現時に各プレイヤーは自分のデッキの上からカードを3枚トラッシュに置く。ベイヤの方が自動ターン1で、あなたのシグニは対戦相手のライフクロスを1枚クラッシュしたとき、あなたが対戦相手のデッキの上からカードを3枚トラッシュに置くという効果です。まあ、なので、サユラギメツマ、ベイヤが1枚で3枚カードをトラッシュに置けるという効果になっています。トカゲビルですが、出現時にあなたのデッキの上からカードを2枚トラッシュに置く。その後、この方法でトラッシュに置かれたシグニのレベルの合計が4の場合、ターンシール1枚対戦相手のシグニ1点のパワーをマイナス2000。レベルの合計が6の場合、エナジャージ1をするという効果です。サイラギたちに比べると、2枚しか肥やせないんですけど、まあ、反面、エナジャージだったり、対戦相手のシグニパワーマイナス2000できるので、アド取りやすいカードになっています。はい。まあ、このあたりですね、4種類を使っていきたいんですけど、初手で加えるっていうことは難しいので、月かきのみこ、玉入れ姫を使って、サーチしていきたいと思います。で、こちらが、1コインのキーで、出現時にあなたのデッキからあなたのルビグと同じレベルと同じ色を持つシグニ1枚を探して公開して、札に加えデッキをシャッフルする。で、起動効果で、キーをバカルビグと足に置くことで、デッキからルビグと同じ色、同じレベルのシグニを2枚まで手札に加えることができます。レベル1にグローした後に月鍵のみこ玉入り姫を出現時と起動効果使うことで、まあ、合計3枚ですね、黒のレベル1のシグニをサーチすることができます。このあたりを使っていけばですね、まあ、18枚は達成できそうなんですが、ちょっと冷静に考えてみるとですね、まあ、レベル2までに出せるシグニの枚数で実は決まってるんですよね。レベル1で2体、レベル2で3体、なので合計5体ですね、のシグニが基本的には場合に出せます。で、1枚、シグニ1枚あたり3枚までしかトラッシュを肥やせませんので、まあ、冷静に考えると15枚までしかトラッシュを肥やすことができないっていう計算になってしまいます。まあ、なので、まあ、そこの補助役としてですね、こちら、ウリサンドカーニバルキーを採用しています。1コインで、まあ、出現時にあなたのトラッシュから黒のカード1枚程度に加える。起動効果ターン1、黒1コスト払って、あなたのデッキの上からカードを3枚トラッシュに置く。その後、ターン終了時まで対戦するシグニ1体のパワーを、この方法でトラッシュに置かれたシグニのレベルの合計1につき、マイナス10する。っていう効果ですね。起動効果ターン1の方で、黒エナとデッキから3枚送るので、まあ、4枚肥やすことができます。まあ、なんですが、出現時の効果で、トラッシュから黒のカードを1枚加えることになりますので、肥やす量に関しては、起動効果1回使うとまあ3枚、2回使うと7枚っていうような感じになってます。はい。ということで、このあたりのカードを使っていけば、まあ、確実にレベル2で18枚達成っていうのが見込めると思います。レベル2までにトラッシュを18枚も肥やすので、まあ、どうせだったら、デッキからトラッシュに置いた時に効果を発動するような、カードを採用したいということで、オレオレを採用しています。自動効果でこのシグニがあなたのデッキからトラッシュに置かれた時、あなたのターンの場合、ターン終了時まで対戦相手のシグニ1点のパワーをマイナス2000する。まあ、レベル1とレベル2で、トラッシュ肥やしていくので、結構除去できる対象は多いと思います。また、不利なですが、起動効果で黒にコスト払うことで、このシグニをトラッシュから倍に出すという効果ですね。18枚肥やすとですね、大体不利なが1枚トラッシュに置かれますので、非常に場に出しやすいという効果になっています。はい、ということで、まあ、これらのカードを使って、レベル2でトラッシュ18枚達成を目指していきたいと思います。この後ですね、先行パターンと後行パターンに分かれて、具体的な18枚達成方法について考えていきます。
はい、それでは先行パターンの方やっていきたいと思います。こちら、デッキの方は少し切ってあります。で、まぁ、ちょっと不穏なカードが何枚か見えると思うんですけど、まぁ、そちらに関しては後編の方で、まぁ、きちんとご紹介するので、今は、まぁ、見なかったことにしていただければと思います。で、そうですね、18枚達成の方法だけ、まぁ、ちょっと注視してみていただければと思います。はい、まぁ、ちょっとよく切りますが、こちらは、スキップしますので。はい、それでは、先行、とりあえず、チェックですね、していきましょう。はい。5枚ですね。こんな感じです。はい。で、基本的には、まあ、レベル1ですね。トラッシュ紹介するレベル1を、まあ、持ってくるといいと思います。まあ、レベル3は、まあ、デッキに戻しちゃってください。で、まあ、今回良かったのは、最大ギガとりあえず手札にあるので、まあ、いい感じですね。一応、ガードも持っておくといいと思います。で、ガード持っておくといい理由なんですけど、まあ、ガードを1枚、1回すると、まあ、その分ですね、まあ、トラッシュが1枚、まあ、増やせるっていうところですね。なんで、ガードはあったときは、積極的に手で1枚だけは持っていた方がいいと思います。はい。じゃあ、それでは2枚チェンジでしたので、2枚引きます。はい。ああ、最大限2枚来ちゃいましたね。はい。はい、それでは行きましょう。オープン。はい、場に出たときにコイン3つ得ます。で、先行なので、ワンドローです。はい。はい、それでは、エナチャージなんですが、しといた方がいいと思うんですが、まあ、レベル1は結構使うので、まあ、一回エナチャージはスキップにしましょうか。で、グロフィズ、グローをします。出現時効果手札1枚捨てて、コインを1枚得ます。ちょっとレベル1は欲しいので、ちょっと泣く泣くではあるんですけど、そうですね。ちょっとガードを手札が捨てたいと思います。で、コインを1個得ます。で、早速コインベットして、キーアンロックで。月鍵の巫女、タバヤリ姫を使います。出現時効果で、デッキからレベル1黒の仕組みを手札に加えます。まあ、この時なんですが、先行の場合はですね、メツマですね、持ってくるといいと思います。で、今回たまたま、そうですね、サイラギが2枚手札に来てるんですけど、まあ、基本的にはこのタイミングでサイラギですね、を、まあ、2枚は手札に加えておくといいと思います。はい。まあ、デッキをチェックして、まあ、加えます。で、まあ、起動効果まで使っちゃって大丈夫です。で、まあ、サユラギと、まあ、メツマですかね、を加えておきましょう。はい。では、ここで、まあ、必ずやってほしいことが、サユラギを最低限2枚手札に加えるのと、メツマを1枚手札に加えておいてください。はい。で、ここで、先行なので、サユラギを2体場に出します。で、先行でアタックはできないですけど、起動効果は使えるんで、サイラギの起動効果を使用して、1、2、3枚送ります。もう1枚使用します。1枚、2枚、3枚。で、さらにここで1個ポイントなんですけど、サイラギをリムーブします。はい。で、ここで、キーですね。コインベットして、キーアンロックで、ウビサンドカーニバルキーを出現させます。で、この時の出現時効果で、黒のカードですね。1枚手札に持ってくることができるので、まあ、この時に、サイレギを手札に加えます。はい。で、ここで、まあ、サイレギ出してもいいんですけど、まあ、除去されることを考えるとですね、まあ、普通にメツマあたりを出しておくといいと思います。はい。で、メツマ効果で、3枚、トラッシュに置きます。まあ、ちょっとオレオレ出ちゃったんですけど、まあ、先行なんで無視していきましょう。はい。って感じですね。で、ですね、メツマとサイレギが、まあ、対戦相手も、1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚ですかね。は、アトラッシュに置かれている状況です。で、まあ、手札1枚捨てたんで10枚ですね。で、これで、ターンを返せば大丈夫です。ターンエンドで。で、まあ、対戦相手のターンなんですけど、まあ、ちょっとわからないんですが、まあ、2000は焼かれるでしょうと。で、まあ、サイラギも一応パワー3000あるんで、まあ、なかなかバニッシュしづらいカードではあるんですが、まあ、残ってたら、全然いいので、まあ、ちょっとバニッシュされると考えましょう。はい。で、2面ですね。要求で。ウリガタケ3面ですね。まあ、ここは特に何もせずに、はい。見てみましょう。はい、アタックで。エマオーガストさんですね。まあ、ライフバストで、トラッシュかレベル2かを死に行ったら手で加えると。はい。まあ、レベル1しか加えられないんですが、まあ、ちょっと1枚くらいやったら加えておきましょうか。まあ、この時に、枚数が減っちゃうってことだけは注意しておけばいいと思います。まあ、どうせやったらそうですね。なんかガードあるみたいなんで、ガードでも加えておきましょうか。はい。ガードを加えます。
はい。まあ、ライフバーストチェックで、オレオレでカード1枚引きます。で、ルリグアタックはガードしてください。これ、まあ、10枚ですね。はい、で、こちらのターンで、2、ドロー。はい、エナチャージです。で、ちょっと手札が多すぎるんで、エナチャージはしとかないと、多分捨てることになってしまうので、エナチャージをしましょう。で、クラウンキャノンはいらないですかね。じゃあ、これでエナチャージで。と、グローフェイスです。グローをします。コイン。黒1枚ですね。まあ、オレオレあたりを。ですね。置いておきましょう。はい。で、ここで、一回トラッシュの枚数数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11ですね。で、残り7枚です。なんですが、ウイスの効果で4枚と、あとはなんか1枚で3枚置けば達成ですね。まあ、なので、3枚置けるカードはちょっと持ってますね。じゃあ、このあたり達成でいいですかね。となると、そうですね。まずは、メツマ出してみましょうか。で、効果で3枚送ります。で、相手も3枚送ります。で、ウリス&カーニバルキーを1コスト。で、使用して、3枚置きます。1、2、3枚。で、この時に、今、オレオレが送られたんで、対戦で周囲一体、パワーマイナス2000できますね。あと、ウリスの効果で、マイナス5000ですかね。できます。まあ、対戦相手レベル1しかいないはずなんで、マイナス7000特別は、まあ、大体バニッシュできると思います。はい。でも2面なんで、多分もう2面いないんじゃないかなって感じだと思います。はい。ですね。はい。まあ、ウリス&カーニバルなんですけど、まあ、レベル3が1枚でもめくれれば、まあ、基本的には、マイナス4000以上かは確定するので、まあ、結構焼きやすいかなとは思います。はい。で、じゃあ最後にサイユラギ出して、手札5枚で、で、これでアタックフェイズですね。あ、なんですけど、まあ、対戦相手いないから、あれか。次のターンのためにサイユラギを残しておくと考えると、なんかトカゲビルでもいいですかね。はい。じゃあゲビル効果で1枚、2枚送って、6枚なので、エナチャージですね。はい。じゃあこれでアタックフェイズ入ります。で、まあ、アタックすると。いう感じで、はい。18枚達成しますんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20枚ですね。達成してますので、無事、サイラギが使えることができましたと。ちょっと見ていただくとわかるんですが、まあ、18枚達成をするとですね、3ターン目あたりで、ま、山札がだいたい10枚切るんですよね。まあ、リフレッシュが非常に近くなってしまうので、そこだけちょっと注意していただければなと思います。まあ、ポイントとしては、先行の場合は、サイラギが、ダウンすることで、トラッシュ3枚肥やすことができるので、まあ、積極的に2枚、回収していきましょうっていう感じですね。はい。じゃ、これ先行パターンの方終わります。はい、後攻パターンやっていきます。じゃ、まずは、デッキの方ですが、先行で使ったデッキですね。と、まあ、ほぼ一緒で、まあ、だいたい切れて、ますので、まあ、少し切っていきます。はい、後攻のポイントとしては、まあ、先攻のようにですね、先攻と違ってアタックができてしまうので、まあ、サイラギの起動効果を使うよりかは、まあ、アタックトリガーが使えるようなカードですね、の方がいいと思います。あとは、対戦相手のシグには並んでいる場合は、まあ、バニッシュとかもできるので、まあ、除去持ちのトカゲビルだったりが、まあ、使えるといいかなっていうところですね。で、あと、後攻の場合はですね、ウリス&カーニバルキーを使っていかないとちょっと達成が難しくなります。はい。ということで、じゃあ5枚チェックしまーす。あ、すいません。5枚、あ、ですね。5枚チェックします。ちょっと運よくサイラギが3枚来ちゃってるんで、ちょっとこれあんま良くないんで、もう一回切り直しますね。すいません。ちょっとさすがにそれはなんか、動画としてあんま良くない気がするので、ちょっと切り直します。ちょっとスキップしますね。はい。で、まあ、基本的にですね、今ちょっとめちゃくちゃ手が良かったですけど、ライフバーストに、サイラギが埋まらない限りは、まあ、大丈夫ですね。まあ、本当に運が悪い場合は、ライフバーストにサイラギが3枚、4枚埋まるですね。まあ、その場合はもうちょっと諦めるしかないんで、ちょっと諦めてくださいと。まあ、そうそうないんで、まあ、それは多分まあ、そうそうないんで、運悪いと思ってください。それ以外の場合は基本大丈夫です。じゃあまあ、はい。じゃあ引き直しました。はい。こんな感じですね。ああ、まあまあまあ、ちょっとまあ、サイラギちょっと見えちゃってるんで、あれですけど。
まあ、基本はですね、トラッシュを肥やせるレベル1を持っておいてください。レベル3は特にいらないので、戻しちゃっていただいて構いません。まあ、ここの基準に関しては、まあ、基本的には、先行とそんなに変わりはないですね。はい、3枚引きます。1、2、3枚ですね。はい、まあ、肥やせるかと、ああ、いい感じですね。なんか、たまたま、ベア来ちゃいましたけど。はい、まあ、高校としては非常に、完璧な手札ですね。最悪ですね、引き直しで手で来なくても3枚までは、玉入り姫で持ってこれますので、まあ、ちょっとやってみればいいかなと思います。はい。それでは行きましょう。オープン、出現時にコイン3枚ですね。います。で、高校なので、2枚引きます。2ドロー。で、エナフェイズですが、売りカニキーですね。使わなくちゃいけないんで、エナチャージは必要です。なので、1エナチャージしておきましょう。で、グローフェイズ、グロー。資源に効果、手札を1枚捨てて、コインを1枚入れます。で、ここなんですが、まあ、高校なんで、そうですね。そうですね。ベイヤは1回トラッシュに置きましょうか。はい。置いて、コイン1個入れます。はい。で、早速、キーアンロックで、月影の目と玉入り姫ですね。で、出現時起動効果まで使っちゃいます。はい、まあ、大会の時はぜひ、出現時を一回きちんとデッキ見てから、2個目の起動効果を使うっていうような処理をしてください。ちょっと端折りますが。で、実はこの時なんですけど、まあ、さゆらぎですね、が、高校の場合ですね、まあ、2面要求までできたりするので、まあ、2枚は確実に欲しいです。なので、まあ、さゆらぎ1枚で来ておきましょう。はい。で、次、起動効果ですね、の方で残り2枚です。はい。なんかもう3枚加えるんで、もう確実にサイラギがね、手で持ってこれるっていう、このやばさですね。はい。はい。なんだかんだサイラギを出しましょう。で、サイラギを3枚使いましょう。1枚、2枚、3枚ですね。あ、しれっとオレオレが降りてたんで、パワーマイナス2000振れると思います。はい。で、ここで、どうしようかな。トカゲビルの方がいいかな。ギビル出します。ここで、1枚、2枚送ります。で、6なんで、エナチャージ1ですね。で、トラッシュの数を増やしておいて、サイレギをリムーブします。はい。で、さらに、まあ、対サイドの空いてる面ですね。今、ベイヤー出しましょうか。はい。で、ベイヤー一応出現時効果でパワープラス3000をトカゲビルが、まあ、ベイヤーに振ってあげてください。まあ、どっちでも大丈夫です。はい。で、ここで、コインベットして、ウリサンドハニバルキ発動します。出現時効果、サイレギを手札に加えます。今これでちょうど手札が6枚ですかね。で、ここでですね、トラッシュ枚数なんですが、1、2、3、4、5、6枚です。で、残り12枚なんですけど、そうですね、次のターンで、まあ、だいたいまあ3枚ぐらいは確実に肥やせるんですよね。倍出た時の効果とかで。で、あとまあベイヤーで3枚肥やせるので、まあ6枚はちょっと硬そうですよね、ここから。なので、残り、プラス6枚、12枚で、次のターンでさえ6枚稼がなくちゃいけないというところなんですが、多分2枚以上カードを使わなくちゃいけないんで、ウリサンダカニバルキを使っておきましょう。はい。使って、3枚ですね。1枚、2枚、3枚送ります。で、マイナス7000します。で、これもう4枚増えたんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚ですね。はい。増やせればいいと思います。で、まあ、しれっと、マイナス7000飛んでいくんで、まあ、対戦相手の守備には多分いなくなったと思います。はい。で、これでまあ、ベイヤーも通しやすいという感じですね。はい。で、これアタックフェーズ入って、まあ、ベイヤーとトカゲビルですね、アタックします。で、まあ、多分止められないとはまず思うので、ベイヤーでまあ3枚ですね、送れます。はい。で、まあ、まあ、この場合はですね、そうですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚なんで、次のターン、ウリカニで4枚で14枚か。は確定で、エナチャージで15枚。残り3枚いけばいいので、残り3枚いけばいいと考えると、あれか。別にベイヤーを無理して自分のトラッシュ肥やしに使わなくてもいいですね。肥えるときに肥やしといた方がいいのか。で、まあ3枚ですね。1、2、3枚。はい、置いておきます。はい。って感じですね。で、これで対戦相手のターンに返してあげてください。対戦相手はレベル2なんで、まあ、焼かれるでしょうと。で、3面要求、ルリグナ
なんで4面ですね。まぁ、ちょっとアーツはないんで、まぁ、食らってみましょうか。で、アタックフェーズで。1枚目。トラッシュからレベル2以下の守備に1枚手段に加える。なるほど。これでですね、地味に減っちゃうんですよね、トラッシュの枚数が。まあ、なんですが、レベル1か、どうしよう。ベイヤーがいいかな。はい。はい。加えました。A2 枚目。で、3体目アタックで、なしで。はい。じゃあ、4回目がガードしましょう。ガードはこっちでね、ガードしましょう。はい。はい。で、これでターン帰ってきます。はい。じゃあ、2ドローですね。2ドローして、手札がカツカツなんで、エナチャージをしましょう。で、もうですね、多分、滅魔はいらない気がするので、エナチャージで。で、グローフェイズ、グローして1コストですね。で、ここでちょっとまた数えておきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ですね。残り4枚ということで、ウリカニキ一発使えば達成ですね。で、まあ、1,2,3,4 置いたとしても、まあ、残り5枚残ってるという感じですね。はい。まあ、これあたりですかね。出しておけばいいので。じゃ、まず、ウリース&カーニバルキーで、黒1コスト支払って3枚送ります。1,2,3 枚。で、この時に、5枚、5ですね。5とオレオレがいるので、マイナス5000を、ウリカニキーの効果、オレオレの効果でマイナス2000振ってください。なんで、まあ、レベル2のバニラは1面焼けますね。はい。まあ、1面焼いておいて、ベイヤ、サイラギ、サイラギですね。って感じで置けば、まあ、たとえ3面いても、今、ウリカニキーで1面焼いたんで、まあ、3面よけって感じですね。で、サイラギなんですけど、1枚は対戦相手の何もいないところの前に置いてあげてください。まあ理由なんですけど、自動効果がアタックした時対戦相手は自分のシグに1枚トラッシュに置くなので、まあ対戦相手が選べるというところがあるので、まあ正面、まあ例えば2体残ってて、正面にサイラギの前にいると、まあサイラギがアタックした時に、正面じゃない方ですね、をトラッシュに置けば、ここはブロックされちゃうんで、初めにアタックするサイラギは、まあ、何も真ん前にいないところですね、に置いてあげてください。まあ、この場合だと、まあ、例えばこことここですね、まあ、サイラギの前とベイヤーの前にいるイメージですね。で、ここからアタックを始めれば、まあ、綺麗に大サイト収入をトラッシュに置けます。はい。じゃあ早速数えていきましょうか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18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 ,
メツマとサイラギかなの効果が使ってたかな ?2 回ぐらい使ってんのかな。なんで、しれっとですね、対戦相手のトラッシュが、まあ、6枚ぐらい置かれてます。デッキから。なんで、ベイヤーでアタックしてライフクロス、クラッシュしたときは、対戦相手のデッキを3枚、またトラッシュ置いてあげてください。まあ、するとですね、対戦相手のリフレッシュが早まるんで、まあ、その後ですね、リフレッシュダメージですね、もう狙っていけたりするんで、まあ、そこはちょっと、ベイヤーさんを使ってあげてくださいっていうところですね。はい。ということで、サユヤギのレベルに18枚達成の高校バージョンも、お見せいたしました。で、前半戦の方はこちらで終了したいと思います。で、後半戦の方は、サユヤギの使い方というよりかは、この後のですね、キスグズコのですね、の使い方の方を、紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。